ンドフィンのラジオの王様。こんばんは。こんばんは。ミサさんの。さあ、はい。ここのとこですね。うん、2回。前回と前々回は、はい、ファンクナンバーをかけてきましたけど、はい、もういよいよ、うん、今度はもうライブを見れるバンドを今日はお呼びして、はい、いるわけでございます。はい、静岡が誇るパルティです、うん、今日は来てもらっております。はい、さあそれですね、まあ自身もファンクをかけるわけですが、うん、まあ、秋に入ってくるにあたってですね、うん、夏バテが出てくるじゃないですか、うん、夏バテ防止でファンクでどうだっていう感じですね、うん、今日はまあピークな感じですね、どっちかっていうと。じゃあ来週はちょっともうちょっと秋らしくなる、うん、今日はもうアッパーで参りましょう。アッパーで、ね、あね、そろそろ秋になりますがアッパーで参りましょう。それでは10分間お付き合いください。ミサト&シンのラジオの王子様。さあさあさあ、はい、もう早速ね、はい、お呼びいたしましょう。お、バルキリーの皆さんです。やっちゃー、どうぞ。どうもこんばんは。そうですね、今日5人5人5人じゃあ順番にですね、パートとステージネーム、はい、お願いします。私からでいいですか。はい、リーダー、一応リーダーでボーカルでギターをやっておりますマンキューです。じゃあ順番に、はい、ドラムを担当しているミリー・ブラハマです。ギターとコーラスのウクレレです。ベース担当の、テルさんです。ギターのバビロンです。さあ、ギターは3人というですねファンクバンド、日頃はいつもはどこら辺で活動とかっていうのは。一応清水と静岡、うん、まあ清水はライブやることがあんまないもんで、練習は清水で、うん、静岡でライブをまだ何回かしかやったことないんですけど、うん、やっております。 やってる、はい、結成は、結成はですね、古い話が始まっちゃっていいんですか。いいですよ、長くなるからやめない。一応バルキリーで名前にしたのが、うん、今年の元旦です。元旦です。元旦この人誕生日なんですけど、この人っていうのは、ウィリー・ドラハマさんの誕生日なんですけど、元旦生まれなんですけども、そこで、誕生日会はドラハマ感じでやったんですか。やりました。ウッディクラブでやりました。ライブを。それが、バルキリーとしてのスタートです。まあ、どうか練習も一回ですよ。バビロンってまんま9回しか練習は。なんか不思議なノリになってると思う。で、それで、まあ、そうすると、1、2、3、4、5、6、7、8。8ヶ月。そうですね、数えやすいですね。数えなくてもよかった。8ヶ月と。でも、その前から、まあ、バンドは。まあこんな言い方なんかいいですよね。ずっと辿っていくと僕もバンドのメンバーだったりなんかで、そうですね。もう今はときめくいやいやいや、もうとつかわしいんだもん。僕らのメンバーだけど全員にやってしまうわけだな。怖いな、みんなが活躍してる感じがいいじゃないか。みんな活躍してますよね。みんな活躍してる、あの頃の仲間ってもうそれなりに行きましたね。みんなね、そうですね。頑張ろうね。それで、まあずっとやってる感じで、そうそう、バルキリーって名前はなぜ。超時空要塞マクロスのですね、ロボットっていうのがまあ一番分かりやすいんですけども、本当のことを言いますと西洋神話の女神様の名前でワルキューレっていうのを英語にするとバルキリーなんです。そう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 、いっぱい言っちゃっていいですか。僕はこのバルキリーから、ワルキューレからですね、インスパイを受けた、ワーグナーって作曲家が、ワルキューレの気候という曲を作りまして、で、僕の好きな、地獄の黙示録という映画でこう、使ってましてね、それで非常に、こう、いいなと思って。まあ、じゃあ、ワーグナーは黙示録なんですね。黙示録。バビロンさん、話がややこしくない。メール来てください。はい、バンド会議じゃないです。まだ言っていいですか。ないですもん。ない、うん。まあ、いろんな意味があって、そうです。いろいろ、こう、自分の好みにピシッと、ありがとうございます。でも、皆さんは、その名前を聞いたとき、どうだったんですか。
他のメンバーの皆さんは。うん、覚えにくいな。ちょっとね、何回続けると難しいね。普通あのラジオとかでゲストに来ていただく場合はこういい感じのイメージをこう押してこうって感じで、なんかこういい感じって言えばですね、あの V で始まるもんですからね、あのライブやるときみんなお客さんがこうやってやってくれたらラジオじゃ見えないですけど、手を上げて V の形をバージリーって言ってくれるんですよ。命の反対で、命の反対でバージリー、そこはいいとかなってくる。ライブを行く人はもうそのバルキリーのポーズを、そう、 V マークをやっていただける、じゃあそのライブをじゃあいつやっていただけるのか教えていただけますか。あの一応告知させてもらってよろしいですか。はい、はい、あの 9月7日、静岡のガジャさんで、20時スタート21時オープンです。はい、対バンの方がいらっしゃいまして、農場陽一郎&ザ東京リズムセクションっていう、やっぱこの方もパンク系の人で、一応パンクナイトという感じになっては行くみたいです。僕らはいけないんですけど、ね、なんかあるか、あの11月なんですよ、先の話なんですけど、11月16日の土曜日にあのストリートフェスティバルで、あの去年やられてましたよね。その、ね、中夜祭っていう形で静岡のスパイラルマーケット、はいはいはい、で、一応出していただくような話になっております。あ、要するにですね、あのストリートフェスティバルの企画の一環の製品です。そうですね。そういいですね。いいでしょ。うん。藤井大成君から話が来まして、うん、ね、うん、あの一応何もなく、うん、お願いしますと、ね、じゃあどうなんですか。ドドンとドドンとやってしまう。ドドンとやってしまう。ぜひバルキリースタイルポーズね。バルキリーポーズ。アメリカダリナみたいな。こんなみんなのですね、あの細かい情報とかですね、連絡していただければホームページに行けばいいので、あのホームページ、アドレス申し上げてよろしいですか。はい、どうぞ。あの言いますよ、いいですか。http://www.tokai.or.jp/manq/。 うん、ここまでです。じゃあまあ、最後にもう一回言うとして、はい、曲を聴いてもらいましょうかね。お願いいたします。曲紹介お願いします。私でいいですか？はい。バルキリーで、キングオブザワールド。